ちゃんこと伊藤蘭66が日比谷野外音楽堂のコンサートの縁リングで突然の解散を発表したのは1977年7月17日のこと。キャンディーズ解散後は女優として数々のドラマや映画で活躍し、2019年には音楽活動を再開。この9月1日にはセカンドアルバム「Beside You」も発売した。若手人気女優&俳優のカップルで、おしどり夫婦の代表格は、この2人20日からは、大阪を皮切りにコンサートツアーも敢行。26日には普通の女の子に戻りたいんですの名言を残した、日比谷野外大音楽堂のステージに44年ぶりに戻ってくる。コロナ禍の中でのコンサートになりますから最大限の感染防止、策はもちろん、スタッフ全員の体調管理も万全にして臨みます。なので、平常のコンサートよりもは、るかに準備は大変だと思います。今回は、新曲の他に、キャンディーズ時代の楽曲も、セットリストに入っているそうです。当時からのファンにとっては、あの伝説のコンサートと同じ場所で、キャンディーズの曲を聴けるなんて、最高の喜びでしょう。音楽関係者インスタグラムでは、T シャツに黒のレギンス姿でマイクを持ってダンスをしている様子も披露し、リハーサルも着々と進んでいるという。今この時期に、ノーンのステージに立つという子とは彼女自身も様々な思いがあるはずです。キャンディーズ時代から応援してくれているスタッフやファン、そして女優、伊藤蘭を応援してくれる方々が、この場所で当時の熱狂やパワーをもう一度味わってくれたら、そんな思いもあるのではないでしょうか。芸能ジャーナリスト音楽活動を再開する際も、夫である水谷豊、69も大賛成だったという。もともと水谷さんは、ランチ、ヤンの大ファンですからね。彼女が女優として活動するようになってからは、水谷さんがドラマの相手役にランちゃんを指名したほどですから、当然、今年で結婚32年になる伊藤と水谷だが、今もお互いのことをランさん、豊さんと呼び合っているのは有名な話だ。